はようございます。おはようございます。はい、本日はまたまたやってきました。はい、エリカちゃんレッスンスタジオ JGM ゴルフスタジオ赤坂坂。はい、前回、はい、テストだけ受けて何も分かんないんですよ、正直。テストをもとに分析されたものを見て聞いて、まあ、実践にこれから取り入れていきたいなと思うんで、うん、はい、そこを聞きたいと思います。で、エリカちゃんは、はい、なぜか今日はゴルフウェアです。はい、ゴルフウェアで来ました。なぜか私もエリカちゃんウェアみたいな感じになって、あれ、なんか今日は実践ということで打つのかなと思って、ちょっとね、ちょっと打ちやすい仕事格好で来ちゃいました。緑といえば小池百合子かなと思いますか。エリカちゃんは綺麗に緑を切っています。はい、私たちはプレイファーストで頑張っていきたいと思います。なんかかけてみた。座布団1枚あげましょう。はい、では今からどうして前回のスクリーニング16種類ありましたけども、あのゴルフのスイングにどうその動きが大事なのかっていうことをご説明しながら、あのちょっとあの結果も含めてご説明したいと思います。まあ、この結果をお伝えする前に一つお伝えしたいことがあります。あのこれキネマティックシークエンスって言うんですけど、ちょっと難しいですよね。スイングシークエンス、スイングの順番みたいな和訳するということになるんでしょうか。その時にまずアドレスしますよね。で、ここから何が先に動いてっていう話になってくるんですよ。で、その辺を TPI の方はあの 3D の分析システムっていうのがあって、それを使ってあの解析した結果、一つのことが分かりました。30人のツアーのトッププロが全員やってるってことは確かだろうっていう、そういう論法です。このクラブとこの腕と、それからその上体ですね、上半身、それから下半身、まず最初に動くのはどこだと思いますか。手私下半身の日もあったりクラブの日があったりします。ああ、本当ですか。だから正解言いますね。で、まずアドレスからテイクバックの時に動くのがクラブが動きます。その他のものは全く動かないです。だからヘッドから動きます。ヘッドから動いて次にこの手が動きます。まだ体動いてないですね。動いてない。で、ここまで来たらもういけなくなっちゃうので、で今度この体が動きます。上半身が動いていって、で最後にちょっとごめんなさい、下手だけど最後にこれ以上いけないので骨盤も一緒にいって、トップが完成で、ここからじゃあ逆にダウンスイングどうなるかっていうと全部逆です。下半身が先に動いて、次に上半身が動いて、次に手が動いて、最後にヘッドが来て、これがバラバラになってしまうとボールに伝わるエネルギーがどうしても失速してしまうというか、少なくなってしまうということもあるので、これに関してはとても重要な項目として TPI 言ってるので、まずちょっと頭に入れてください。はい、一番最初に5番アイアンポスチャーになっていろんなことやってもらいましたよね。で、3つやっていただきました。アドレスから骨盤だけをグーッと動かして、筒の中に入っていて、その筒の中に入ったことをイメージしながら、こうやってくる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 回せるかどうか、その時に上半身は動かないか、下半身は動かさないで上半身だけが動かせるかどうかという、これができるかどうかを拝見したんですけれども、ダウンスイングの瞬間ですね。ダウンスイングの瞬間ってさっき言ったように何にも動かないところから骨盤、下半身だけが動くんですよね。今度ちょっとジャンプしながらこっち動くんですけど、その時の骨盤の動きがこれですね。っていうことは上半身を全く動かさないでさっきのこの動きになります。筒の中の、筒の中のやつ、はい、これができないとこんな風になったり、こんな風になったり、いろんな動きが出てくるんですけど、この筒の中でクッとくれる動きができるかどうかっていうクオリティを見たんですけど、これに関してはお二人ともよくて、エリカちゃんの方は 100% できてました。なのでダンスリングはすごくできるんです。エリカちゃんは筒の動きが 100% できてました。 100% でした。で、パパさんの方は、若干一緒に上半身がついてきたんですけども、支えた時にもちゃんとできてたんですよ。動かさない、そうです、私は動かさないようにやってくださいというふうにちょっと支えてたらできたので、これは柔軟性の問題ではなくて単純にその動きをしたことがないんで、ない、はい、はい、トレーニングすれば結構できちゃうので、よかったですね。よかったです。で、次にこのこれですね、上半身か、どっちも一緒にちょっとついてくるんですけども、はい、ついてきますが、骨盤を押さえた場合ちゃんとできてたので、これもあんまりやったことがないので、できないだけで練習トレーニングでできてくるという可能性は高いです。で、次に今度最後のこれですね、この動き、はい、そう、そんな感じ、そんな感じ、そうです、そうです。でも動いてます。動かないと全然動かないんで、うん、 OK です。やってんの今。こっちはめっちゃいくの。そうなんですよ、ね、でもこれをおお、本当これ、ね、1回やるの
はアドレスされた時に少しここが反ってる状態になってて、反ってやるとこうなっちゃう。これってるリバーススパインアングル。この辺こっち来ればいいものをこういうふうに逆になって、これリバーススパインアングルって言うんですよ。こっからダンスに行った時って右の方の腰がガッツリやれてしまって、腰痛の一番、あ、腰痛の一番の原因になってるので、リバーススパイアングル、なんかかっこいいけどすごい。5番アイアンでこの骨盤自体は、うん、今これまっすぐですね。骨盤にはまっすぐです。こっから20度前の方に傾きます。はい、でこっからこのままの状態でアドレスしてトップまでボコボコに何も変わらないです。はい、でダンスこっからダウンスイングこういうキーなんですけど、こっからこうダウンスイングしたときに左腰がさっき引けますよね。引けて今度どうなるかっていうと、こう斜めの頭なんでぐーっと前に出てくる。インパクトの時までね、ゼロ度になります。まっすぐになります。なのでこうなったものは斜めになって、ここだけがこうさっきのこの動きになります。こうやって腹筋が入って電筋が入って、降りてきた時に絶対こうならなきゃいけないんですか。そうですね。ならない今の足とても難しい。これ意識してできるものではなくて、トレーニングとでこれがこれです。これトニーピガンなんですけど、後ろの方のこの、はい、押しのライン、確かに丸くなってる。そうです。ここだん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 下の方になって、ここでもう0度くらいだ。こういう動きを、しかも押しのライン全く変わらない。でも私なんか左のお尻を突き出すっていうイメージだと思ったけど、はい、この筋肉を入れるそうですら分かりやすいできるかどうかは別としていえいえいえ、スクワットやっていただきましたよね、はい、最後の段階で転んじゃってましたよね、うん、これはいいとして途中止まってもらえばよかっただけの話で、これまで多分いけないものをもっと頑張っていっちゃったから、もう足首の硬いとかもありますしね。これはいいんですけども、一番気になるのはこっちです。来るときにこうやって膝が前、膝が後ろに持ってくる。これはぜひ直してもらいたいの。なぜかというと、歩いてる時もそうなんですよ。歩いてる時もうちにからこうやって歩くって言われる。うちにうちに入れていくの。そう。できるだけこの股関節と膝の中央とこれね、人差し指、これが一直線状態って言われた。絶対もうこうなってるもん。入ってここ、こことここは一直線でもこれだけ中に入る。はいはい。それぜひちょっと直していただくように気をつけていただきたいです。これはトレーニングしても大丈夫ですよね。結構大丈夫。次に今度エイトさんの方ですけど、一番気になったのがこれです。足首、はい、つま先正面に向けたまんまでやっていただきましたよね。はい、でこれが降りてくるときに足首だけでこういうふうにいくんですよ。そんなことはマジで。あともう一個、左の方にシフトしてます。こうなっていて、こうなりながら左の方に来てたっていう感じ。やってました。足首ですけど、足ここずっと、はい、痛くてですよね、はい、張る感じがあったっていうことがあって、はい、ここを多分ここが原因であることもすごく考えられます。なのでこっちに力が入られない状態、入らせたくない状態というのが本能的に体の中にあって、常に逃げる状態。さっきのスクワットにしてもここからこういうふうに逃げてましたね。右に負担かからないように逃げてたっていうことがもちろんあると思います。確かにエリカちゃんが右にスイングしてる時ってここに力入ってる感じないの？なんかフーって上げてる感じ。あと右の下半身の動きが結構適当な感じになっちゃってて、こっちインパクト前にもこっち、ね、こっちみたいなイメージはすごいあるんですけど、うんうん、こっちの使い方はよく分かってないです、ね、多分使えないと思います。今そこまで逃げてると思う。ここ逃げちゃってるし、おそらくここに嫌なんですよ。嫌なんですか、ね、はい、嫌なんと思います。で今のまあできなかったっていうのをちょっと説明させていただいたんですけど、じゃあなんでこれが必要かってことなんですけど、まずさっき言ったこの足首の柔軟性ですね。ちょっと多少沈み込んだり受けなったりとかするので、この足首の柔軟性とても大事になってきます、はい、でそれから膝の方の柔軟性、股関節の柔軟性もありますよね。でこのふーっとこう降りてきて上がるときに結構体幹がすごいできないので、うん、はいはい、この辺の筋肉の柔軟性、安定性だったりとかバランスも必要になってきます。でこうなってて、それで背骨、この胸椎の伸展という 背中を反るということですね、はい、これができるかどうかというのを見たときに、若干ちょっといかないような感じがあったので得意じゃ言ってるけどいかないって思ってるここですよ。ここないわ。ここからここまでですよ。この辺がこうれる後ろの方にぐーっといけるかどうかなんですけど、いやです、ね、無理じゃないですか、ね、はい、うん、はい、でこれがなんで大事かっていうと、ちょっとちっちゃいことなんですけど、テイクバックトップいきますね。トップの時にこの軸の中で回した時にここで、実は背中反ります。
なぜかというと、アドレスの時にこれが骨盤がさっき20くらい、5番アイアンで前傾してますよね。これプラスこの背骨自体は 14.5 度くらい前の方に行ってるでしょ。ってことはここからここまでだいたい35度くらい前の方に傾いてる、前傾してるんですけども、それがトップの瞬間、トップの時点ではこの骨盤はこれ変わらないんですけども、これだけは0度に戻ります。なので 14.5 度、約15度くらい進展してトップを迎えます。なのでここからこのまんまじゃなくって反りながらトップっていう感じ、そういう細かい動きがあるそうで、細かい、まあ、手がここの部分にあって、ここにあった状態で置いてくればいいんですけども、これが反れないとこうやって前の方に来る、絶対前に来ちゃう。どんな反応もう曲がってる、左側に本当だね。そうですよね、面白いね。あとこれ、これに関しては肩関節はステイなんですけど、前腕だけがこれ海外、これ海内って言います、はい、前腕はテイクバックの時には右の方が外側の方に、左の方がこういう動きになって、でダンスに逆ですね、ここから手が返っていきますよね、はい、これがないとチキンウィングだったり、ここからキャスティングしたりとかいろんなことがあるんですけど、ここまでこうやった時に何も考えないでも、こうそうそう、スイングでもこうなっちゃうと、はい、その通りです。だこっちになったりこっちになったりとかするの気持ちいいんで、うん、ちょっとくねくねしちゃう可能性もあると思います。すごい、最近もわけわかんないですよ。直そうと思ってもこうなっちゃう。まあ、そんな感じも出てくる可能性もあります。はい、お二人ともすごく、はい、いい、まあ、可動宣言は多少あちこちあるんですけども、まあお怪我をするかもしれないという心配はありつつ、その辺をコントロールしてやっていたことによって、とにかく今は最もご自身に合ったスイングをやっていただきたいというのがあるんですけども、結果としては、ココさんの方はやっぱり骨盤周りの動きが一番気になります。課題ですね。あとちょっと柔軟性とその安定性、バランスだったりとかするものがとてもちょっとやっぱり気になるので、その辺を変えていくことによって今以上のすごいパワーが出るので、200ヤードじゃなくて持ってると思います。腹筋入ります。やる、もっと飛んじゃうの。で、ミカさんの方は、まあ、返すナイスもやっぱりちょっと左右差があるということで、右の方のちょっとお怪我がね、太ももに骨あるので、はい、そちらを避けるような動きに今なっているので、鍛えるところは鍛えて、硬、はい、いところは硬い、柔らかくしていくっていう風にしていって、まあ、バランスも取ってやっていることによって、そんなに、ね、痛みがないスイングができるような気はしますので、まあ、上半身、下半身、ざっくりですよ、ざっくりですけど、はい、下半身、上半身、私は気になるっていう感じ。でもこのチェスの結果から言うとそういう感じになって、やっぱすごい下半身の動きを自分なりにここ1年ぐらい考えながらすごい練習とかしてたんですけど、どうやっても前日ストレッチしても練習の後ストレッチやったりいろいろやっても、どうしてもここの筋肉が痛いで、なんかたまに噛み合わせが悪いんじゃないかなっていう時もあって、教えていただいて、あ、やっぱりここがウィークポイントなんだなっていうのが、改めてもうここだと、ここと、あとここ、後ろやっぱ肩こり腰痛がすごくて、私絶対職業病だよ、ちょっとこれじゃん、そう、ネイリストなんで、ちょっと職業病でというか、やっぱ硬かったみたいですね。でも左右差すごいね。左右差がすごいですね、右のこう筋肉と左の筋肉、それを聞いてこうね、プロの真似をして、ね、やりたいけど、なんでできないんだっていうのがなんとなくわかるよね、はい、だってプロはここも使うしさ、ここも柔らかいわけじゃん、それは使えないところでさ、プロのスイングしてもって感じだ、次回行ってみます、あっちに、はい、じゃあスイングに行こう、はい、はい、動こう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。気がついたらいっぱい大変なことになる。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。